はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、本日はヤグラ。うわ、ヤグラかい。久しぶり。いや、全然たとえ1ヶ月ぶりでも多分久しぶりって感じしないわ。もうずっと見てるからまあね、ヤグラザップはね、間違いないでございますから、はい。まあ、これが一番なんかヤグラの勝ち方分かりやすいしね、見てて。うん、あ、こうやってやんだってのが分かるから。お遊び会です。お遊びなんですか。はい、どちらにせよ楽しい回見ていってください。はい、コムトラックゲイ。さあ参りましょう。うん、コムトラックでのヤグラ。さあこちらの方で、なるほど。おー、さあ相手にはハイドラがいますが、こちらは防衛的な武器いませんね。あなた攻め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 ムーブが大事にしますよ。右にローラーいるね。なんならノックアウトで終わらせちゃいたいぐらいの編成でございます。ナイス、ナイスですね。さあチャンス到来、3落ち。ハイドラのみ、ハイドラの位置はどうだ。うわー、それ強いなー、それ強い。あー、いやー、逃げれねえか。いやー、ローラー。でもいいね、おわ、いい。あ、これ食ったんじゃないもん。おら、あのマニューコ、うーわ、いいとこ、ね、でもそのジェッパは、うん、そのジェッパは、ね、刺さりだね、あれは。あー、もう PV にしたい。スプラトゥーン2これから始める人のための PV にしたいぐらいのいいジェッパ。手前も見えてますと。ああ。あらら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 。ああ、あばばば。はわわわわ。はわわわ。はわでございます。ああ。あとローラーです。頑張ってください。まあ、スルッと入って。あらー。ああ、頑張った。ノックアウトしないと負けなんですね、このゲーム。ローラーが頑張りました。負けではないけど、でも勝ちたかったね、この感じは。いや、もうノックアウトしたかったよ。さあ、いいね、初手だったんですが、と、いいよ、真ん中投げて。あ、これやばいな。いやー、外れた。謎止まりしてるけど。これは打っても深い止まる。うんうん、いや、これ。あ、でも二落ち。ナイス。ああ、全落ち。さあ、またチャンス取れじゃないこれ。またこれは全落ちからのノックアウトチャンス。今回は関門がないから止める時間はさっきの半分程度でいいと。いやー、今の救い方ってなかったか。いい軌道だったんだけどね、すごく。ですが、下がらざるを得ぬこの立ち位置。うわあ、でもケルビンがいい。いや、マニューが気づいてんだよ、あれ多分。うんうんうん。うん、ほら。本当だ。うん。ああ、素晴らしい。ああ、これ飛んでダメか。ズバズラ。いや、大丈夫。ローラーが届いたから。これは生き残さんでかい。そうですが。いやー、うちのうち。わー、うち。何、うち。さあ、でも、あー、でも、やぐらが。まだまだノックアウトにはいけず。乗った方がいいね。すぐ乗った方がいい。一番近い人が。やっぱりこの、やぐらは何よりちょい止め。ちょい止め&すぐ進めが大事ですね。真ん中にやぐらが来るイコール、前線がそこまで上がろうとしてる。あー。さあ、ローラーいいとこ当ててきますね。ローラーの居場所を奪うのが勝利の鍵でございますが、どうでしょうか。なんかいますね、ちょっと、ちょっと、うん、あー、アーマー邪魔くさいね。そうなのよ、アーマーマジ邪魔なのよ。あ、ナイス、よかった。あのミサイルがあと一瞬早かったら、やばかった。お、いいですねー。これで、とりあえずは、奥にいたー。ゆるいといいねー。さあ、しかし、残り時間は着々とやってますよ。あらはー、これやぐら攻めましょう。こういうね、はい。攻めましょう、攻めましょう。まあ、行っちゃいます。右にいるかな、右っぽいけどな。進めれば進めるほど、そうだけど、有利な時間が増えていきます。はい、はい、はい。ああ。
もうこれなんもう、うん、見てくれてね。もう体でクリアリングした方がいいね。ああいう時はね。残り1人ですよ。これね、ここの時点での1-1交換はただの、ね、時間稼ぎですからね。そうですね、相手から、ね。相手にとって嫌だ。あー、さあ、乗っちゃえ、乗っちゃえ。乗っちゃえ、乗っちゃえ。あー、3! おお、あ、いった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 、あ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 、さーっと取って前でジェッパー打つっていう、うん、もうあれやでもあれやらないと逆に関門進めるの難しい。そうだね、本部はあれやんないと。素晴らしい、うん、わーいい、みんな、はい、昆布、はい、さあ昆布やぐら昆布ね、ガチガチいっちゃいましょうや。おこれまた光栄がいない、光栄いないのか。うん、相手はリッターのただ長さ的に別にそんな大幅振りとかでないので、まあ、リッターさえどうにかするぐらいの感じですね、うん、このスピードだと多分あでしょうか、ね、いや、同じだ、あの、最悪、こいつさあ、同じ思想の声がしてる、うん、後から来てね後から来て、俺のポジションを取るっていう、まあまあ、あれしかないね、多分俺はこれで行くぜっていう人なのかもしれない、私はこれで行くよ、なのかもしれない。とりあえず止めれば、ね、逆にこのタイミングでリッターを押し込めることができたらすごく危ないです。いや、やれなかった。あー惜しい、やっとっと、これは無理しない。いいですよ、何よこれは厄介ですね。3惜しい、あら、ここは無理せず右側見ておきます。また落ちる、ん、見られた、これ何が一体、手前にいる感じもねえんだよな。あと一発だね。いやーこれリッターが引いてる、んー危ない、よっ、さあこれは、あーいいですね、あー惜しい、惜しかったけど、それ頑張れ頑張れ、気づかない、どうだ、あいやーこれはやっぱ光栄だね。気づかなかった、うんのかよ、これは光栄がいない分ちょっとやっぱ動きづらそうなイメージありますね。いいね、お、いいよ、いいね、あーこれそれぶっ刺さるね、チャンスタイム、前出たい前出たい前出たい、チャンスタイム、チャンスタイム、見てる、見てる、いいよ、ナイス、見え、あ、だいぶ下がったね、賢いが、いやー、最悪だ、あ、でも2落ちる、ありがて、あら、前出ろ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 、うわー、立体抜かれてる、それが一番めちゃダメなのよ、マジで、ヤグラ乗ってる人が抜かれるのが一番下まるんだ、うん、まあねー、はい、見てれば、見てれば、当たんないからね。いやーもうやった、何でダメだ、たまたんねえ今日、さあしかし怖い、まだまだ2分15秒時間はまだあるんですが、あとはいかに、いかにチャンスタイムをもう一度作るか。さあえ、うわ足元抜けたけども、ナイス、雨、これは乗ってりゃ進むぜ、このタイミング、ナイス、1関門で注目が、いいよ、矢倉にいってる、チャンスタイム、あーこれはね、これはあーた、これはあーた、これ絶対いけるよ、これあーた、これ、あーしかも、いや、あーもう時間稼いだね、あらやっぱあそこだね、ヤグラを逆に反対の方向からヤグラを助けるってね、素晴らしかったですね。さあ残り時間あと1分少々、この時点での18カウントは相手も少し焦るでしょう。乗ってるね、偉いね、偉いけどしっかりやる。さあこれで焦るのは相手、
え、ヤグラス、あれって。前取ってんのに。まあ、さっき言ったやつね。ヤグラが止まったら一番止まるっていう。すごいね、やり返してます。あのリッターがね、止めやがったから。あー、オッケー。いや、当たる日になってきて。今日は当たらなきゃいけない。どんどん当たる日になってきて。さあ、残り40秒。動く9番。さあさあ、でも。下下がってんな。なんか手前にいんのか、1枚。手前、そうね、さっき、リッター、ヤグラグリッター倒し乗ってる間、結構前、進軍されてたから。その残りがね。ナイスです。まあ、ただこれで止まるんじゃないかな。相手の足も。一番で、うっ。さあ、リッターは見てるはず。アーマー入れまーす。さあ、アーマー入って。乗れば勝利、乗れば勝利。あー、乗れば勝利。うん、いやー、素晴らしい。よし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 よくぞ。あのちょっとね、途中のあの気まずい感じから、よくグイッと、行きましたね。いいね、でも、うん。やっぱり、決め手はあの、左高まで行った時だね。うん、あそこまで行くともう、強い。はい、昆布トラックにて、今日の週行きましょうか。はーい。さあ、昆布トラックの集大成見していきましょう。どうしましょうかなぁ。お、これは、お互いに光栄がいませんね。打ち合い行こうかなぁ、ちょっと。もう、やり合い。まあ、一番長いのがプライムっていうね。さあ、これはどういう戦いになるのか。ちょっとね、乱打戦が期待できます。一時期はね、やっぱシューターがつくね、プラっていうのがちょっと微妙打線なんて言われてた時代もありましたが、今じゃこんなにシューターがいっぱい。あらー、やっちゃったよ。もげえなくなっちゃった。ここは。アーマーも入っちゃったし。うん。ちょっと怖いね。相手遅いね、ノンノ。お、俺はラッキー。あの、ワンテンポ遅いだけでも、正直。うん。そうだね。あの、イカちゃんの居場所がね、3ラインぐらい前になるからね。そのワンテンポで。うん、スピードのね、ゲームスピードはね、やっぱ、スカイ移動が速いから。さあ、ここで乗る。さあ、このテンポだと。やられてんのか。一緒にやれてますけど。今、ナイス玉でどうにかなるでしょうか。いいですね、ワン関門。ワン関門からのツー関門行くよ。そして見えてる、べちゃべちゃ。しかし、そうですね。この戦いなんとプライム以外の武器はほとんどザップよりもそんなに長くない。さあ、止めない、止めない。歩みを止めない。さあ、というわけで、わちゃわちゃしてると、今やられた人たちが戻ってくると。ああ。さあ、いいよ、ペース乱れてないよ。少し見てますね。ああ、ナイス、玉せず乗れなかったけども。さあ、味方一人やられて、ジェットに向いてる。あ、これ帰る。ダンいよいよ。手前側でなんかやられてるのかな。ああ、ぽい。ぽい。ぽいぽい。うわあ。さあ、これは相手がこん、おおおおおいた。あれ見えないからね、マジで。死に際のやつ。やっと、あっ、ね、登ろうとした。50か。これ全然あるな、相手。やっぱ第二関門がね、なんだかんだ、ターニングポイントですね。このステージ。そうなのよ。わあ、いいバケッちゃんじゃん。なんていいバケッちゃんなのよ、あなた。さあ、乗ってくれてますね。いいよ。うん、不安を取り除いて。ですが、相手にいるのよ、ほとんど。左側に集まってる。ナイス！いやー、二人やられてしまったが。最厄介ですね。北野。あぺ。ここもいいんだよな。さあ、ここはやっぱ一人じゃちょっと見切れない。さあ、プライムやってる。もう一個前。あー、来てるね。おー、もう使ってるね。あ、これは。じゃあ、ミサイルジェッパーはきつい。さあ。
1分40秒時点、相手手前にピンポン続いてる、続いてる、ナイスだね、あの寿司いいね、お仕事してくれてます。さあ待って、いやー、おー左が崩れた、これはなかなか厄介ですよ。さあナイス球に追われて前に出てしまったが、いやー攻めた、見えないけど、オッケーオッケーオッケー、止まった、ああ、止まった、止まった、危ねえ、危なかった。いや、ここリードされてるかどうか全然違うからね。いや違うね、ここのリードは、うん、この1カウントに泣くことになるのか、それとも相手はそれをもう押し出すのか、なんか頭見えましたね。さあ引きつけて攻撃してくるからね、そうね、北斎の上等手段だね、北斎あれしかやんねえから、戻るふりして北斎あれしかやんねえから、マジでね、北斎のやつに取ってくださいらしいですから、北斎とパウロあればっかやるから言ったふりしてもらってる、うん、バレてるから俺には紹介するかもな、ね、これ強い、これ強いよ誰だか分かる、うえー、大きいゴム出たー、行くしかねえっていうところの、うん、に置いとくやつね、かわいそうな、カタパルト、オーケー、あー素晴らしい、これはいいね、うん、抑え込んで勝った感あるね、ちゃんと、あ、最後、いやまあ味方に助けられたけどね、止め、うん、いやあそこやっぱ自分で止めないと、なるほどね、安定しないよね、それはでもね、しっかり止めてくれた分抑え込んで、うん、しっかり勝利と、はい、あー素晴らしい、はい、というわけで、はい、そう今回ヤグラ、うん、ね、こちら昆布やってきましたけどもどうした、ありがとうございました、お疲れ様でした、また来週、よかった、早っ、チャンネル登録お願いします。